はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ、こんにちは。今日はですね、なんと、まあ、昨日の続編っていうわけでもないんですけども、昨日スペシャル福引券で金作しよう、ね、お花で金作しようという動画を出したんですけども、あれ、高木ちゃん売れたんですかって、はい、まだ売れてません。まあね、10個単位でコメントにもあったんですけど、10個単位で売った方が売れやすいということで、今10個単位でね、今出しております。やっぱりね、一気にね、あの色を50何個、60何個だっけ買う人なかなかいないと思うので、まあ、10個単位だったら買うかなと思って、10個単位で今出しております。まあ、その色の方が売れるでしょうと思って、まあ、10個単位にしたんですけども、まあ、その話の続編で、はい。今日は大元のスペシャル福引券を手にしたいということで、で、先日ね、まあ、リスナーさんから、福の神コインがね、アプデ前よりめちゃくちゃ高く売れますよっていう感じで言われたのよ。マジでと思って。でもまあ実際そうですよね。花の値段がこんだけ値段して、まあなんと特等当たれば6億ですからね。まあそんな夢と希望が詰まってる、ね、コイン、まあ福の神コインを売ろうとしてるんですけど、そのコインが高くないわけないと僕も思って踏んでるんですよね。まあなので、それをしっかりね、まあ今日売っていこうかなと。いくらで売れるか、まあ実際2万からスタートしようかなと思って。2万から、うん、え、2万ね、僕もちょっと眉唾もね、2万って高くねえかと思ったんですけど、アップデ前のだいたい福の神の値段が1万2000から1万4000ぐらい、高くて1万4000かな。1万4000でも売れないけどね、なかなか1000回。そのアップデ前だったらね。うん。まあ、それが平均でだいたい1万2、3000だったのよ。まあ、それを2万で1回最初に設定して、まあ、それで集まるかということなんですけども、さあ、それを集まって金作になれればね、1万いいしね、2万で売れるんだぜ、1枚。そんな夢があるぜ、っていうことで、まあ、時間帯でもよると思うんですけどね。まあ、特に今、6時40分です。まあ、ご飯時ということで、ちょっと人が少なくなってるかなっていう時なんで、まあ、2万はな、怪しいな、僕がせいぜい売れて1万8000か1万7000ぐらいだとは思うんですけども、今日、まあ、ライブで、まあ、福の神コインを、カジノコイン集めて、福の神頑張って、集めました、福の神コインね。36枚なっております。なので、72万、2万だったら72万で、募集して一回見ますので、早速ね、やっていきましょう。まあ、ということでね、初心者さん、僕も福の神コイン売りたいんですけど、どうやって売ればいいですかっていう感じの説明をまず最初にします。まあ、基本的に福の神コインって、福の神って逃げてくんですよ。なので、それを一匹もね、逃げさずに倒さないといけないので、基本的に、ハンマーバトマス。もしくは、天地雷鳴士。この2色がおすすめします。で、なぜハンマーバトマスかと言いますと、まあ、たびたびね、僕の動画で、ね、よく言ってるんですけど、天下無双とかだと、弾かれるんですよ。それガード率が高くて。うん。まあ、ランドインパクトっていうものを使って倒していくんですけども、ランドインパクトは、正直ね、武器ガードができない攻撃になっております。故に、ガードされないので、ランドインパクト、まあ4人でランドインパクトかな、一気にすれば、一人も逃がさずに一気に倒せますので、まあ、そのちらちらのバトマス、もしくは天地雷鳴士だと、冥道風魔、ね、範囲攻撃の冥道風魔、まあ土攻撃ですね、あれも。なので、そちらの冥道風魔も武器ガード不可能なので、冥道風魔でやっつけていきます。おすすめの、アクセサリーなんですけど、まあ、装備は正直ゼロでいいですよ。裸とことで。うん。僕は思うけど、まあ、野良で集める際は、マナーとしては何かしら装備しておってほしい。で、これ。これが一番大事。眼光。騎士の眼光ね。これ。敵を倒すと 35% で貯める画質度。ね。こちらね、7匹なのか、全部で。7匹いて、一気にランドインパクトで同時に倒すと結構テンションが上がるので、まあそのテンション上がって、まあそのボス、まあいわゆる大きい福招きを倒していくって形なんですけども、眼光がないと結構ね、長引くんですよね、一試合一試合が。うん。まあ、騎士の眼光じゃなくても、カイマの眼光、グラゴスのね、眼光でも、それはどちらでもいいです。とにかくアクセサリー、顔のアクセを眼光、騎士か、
カイマの眼光を装備していくのがおすすめでございます。で、高木ちゃん僕レベルもね低いんですよってね、弱いんですよ、でアクセサリーも全くないんですよって方、それはね募集の時ですね、募集の際に週弱い、あと、ハンバトもしくは、デンチ、今回36枚、売るんで、それを2万だとして1重72万で売ります、あと3人っていうようにやってもらえば、こちらでねいいよっていう方がやってくるので、ね、募集に乗ってきてくれると思うので、あ、週弱い、あ、オッケーオッケーっていう感じの勢いで、ただ弱いのにレベル低いのに、この週弱いっていうのを書かないとお前を先に言えよっていう揉め事になる可能性があるので、自分自身でレベルがちょっと低いですよとか、ハンバトとか天地雷鳴士もちょっとあんまり弱くてダメージ与えないんですよって方は、主弱いと入れてもらえれば大丈夫です。はい、募集の際にね、こちらにね、こういう風に、あとはまあ、集まり次第、募集のね集め方と集めた後の接し方っていうのもね、ご紹介していきたいと思います。高木ちゃん何回目ですかこの動画出すのって。いいじゃない、今は旬なんだから、スペシャル福引券のなぁ、福中身コインで金尺ゲッチュってことで、最近始めたねドラクエ10ユーザーの方もね、福の神コインを集めてね、売ってみてはいかがでしょうか。ただし福の神コインを売る際に、枚数ができるだけ多い方がいいです。っていうのは10枚とかだと集まりにくい、うん、集まりにくい、10枚とか15枚とかね、少ない人数は、20枚だったらギリギリ集まるのかな。まあできるだけ4で割れる数字でやった方がいいと思います。この場合だと9周かな、4で割る場合、ね、4枚同時コイン、ね、入れれるので9周できますので、できるだけまあ4で割れる数、なおかつ、まあ、20枚以上はあった方がいいと、募集は、乗られやすいです。はい、まあね、逆に言えば多いと、もうね、そんな何百種とかの集め方の場合もあんまり来ないと思うので、福引きマニアの人がね集まってくると思うんですけど、そんなもう100種とかいう募集はなかなか僕は逆に集まらないと思うんで、そこそこね、まあ、10種とか、15種とかぐらいだったら集まりやすいと思うんでね、まあその辺はね皆さんねお試しでやってみてはいかがでしょうか。はい、ということで福の神コイン36枚ね、今からグレンサーバー1で募集していきたいと思います。あー、そんな安いの。はい、ということで、まあ早速グレン1来たんだけども、いきなり出鼻くじかれた。え、何これ、めちゃくちゃ安いじゃん。いや、同じ枚数で40何万で売ってる方いたよ。ちょっと大丈夫これ、ちょ、2万じゃ無理だわこれ。せめて1万9000で売るわ。68万4000で売ってみます。福の神、36枚、まあ、68万でいっか、68万4000だけど、68万、売れんの本当に。多分時間帯悪いんだろうな、マジで。うわー、ついてねえな本当に。ハンバト電池、いや売れるのかな、おい大丈夫か電池。高木ちゃん、ちょっと桜入れるのなしですよって。いや、もちろんもちろん、ここ本当にグレーン1ですからね、本当に欲しい人のみが集まる、ところですから。さあ揃えました、福の神36枚、68万、ハンバと天地、あとさ、まあ、こんな感じでやっていきましょうかね。いや、売れないような気がするな。ちょっといきます、ドドン。ちなみに振り込みに録画してもいいよって方だけいいねしてくださいねっていう文面を入れてありますので、まあまあ録画 OK な人が来ますでしょう。まあ多分これは来ないだろうな、高えよな、ちょっと枚数違ってたな、まだよかったんだけど、同じ枚数だもんな。ちょっと嫌だな。階段した、うん、階段の階段が違うけどな、これ階段下、はい、階段下です、はい。
うーわ、ちょっと出鼻くじかれたな、ほんとによ。絶対高いだろ、これ。いや、これもう企画だるなったらどうしような、ドキドキしてきたな。ちょ、桜色、あ、いや、そういうこと言うな、やめようね。そういうこと言うな、やめようね。はい。高いですよとかって言わないかな、言われないかな。はい、ということで、あれから10分過ぎたんですけど、誰も集まりません。ということで、1万8000に、下げたいと思います。64万8000円。まあ、8000円は切り捨てとして、64万で集めたいと思います。64万。さあ、誰か来るのだろうか。64万。福の神36万。高えよな。おい、毎つまもんかなって思う。いや、高えよな、おい。高いよな。60万切らんと、そうそう集まないような気がするんだけどな。でも、僕の予想では、1万5千で売れれば全然大文字だと思う。うん。1万5千って結構高いからね。平均的に1万2、3000だったから、前まで。まあ、1万2、3000でも高いかな。さ、でも、スペシャル福引券のね、期待値が多分あると思うのね。もしかしたら6億、ね、10枚握りしめてね、グレンのね、ガートランドのおばちゃんじゃねえね、かわいい おがこのがね、当ててくれるかもしれないのでね、まあ、ちょっとね、もうちょっと頑張ってやってみましょう。はい、ってことで、さらに10分経ったんですが、ね、はい。60、売れません。誰一人も来ません。見向きもしません。見向きもしませんので、こちらね、1万7000に下げたいと思います。61万。61万で、どやどや。福引き36枚、61万、ハンバとテンチャートさん。ほんとかよ。お前1万7000の出たら全然嬉しいけどね。1枚。いや、大丈夫かな、これ。企画だれんな、なんかこれ。取れ高全然ないし。今、おーっていうとこないしな。大丈夫本当に。ねえ。今もいいんですけど、はい。さあ、ちょっとね、頑張って売っていきたいと思います。36枚。はい、ってことで、全く売りましぇん全く売れましぇんっていうことで、下げます !1 万6000に下げてみます1万6000円。1万6000ゴールドね。はい、57万6000円ってことで、57万です。57万。これきついな、おい、ほんとに?だってもう一人増えたからね。なんか、めっちゃ安い人が。めっちゃ安い人がめちゃくちゃ増えたからね。めちゃくちゃっていうか、一人増えてたからね。まあ、速攻誘われとったけど。速攻。福の神36枚、57万、ハンバチョーチェンチ、駅前。まあ、タイミングなんだろうな。一回下見してきた時って、あれなんだよね。誰も福の神を売る人がいなかったんだよね。売る人が。うん。売る人がいなくて、で、その時売ればよかったから、結構、この時間、まあ今ちょうどね、7時回ってんで、まあぼちぼちじゃあドラクエインしてやろうかなっていう方が多いから、まあ福の神もね、売る人も多くなってくるんでしょう、多分。まあいろんなね、はい、ありますよね、もうね、この左の隣の人もなかなか売れてないみたいね。この右隣のこのね、エルコちゃん、メダキン売りね。メダキン12枚ってどうなんだろうね、これ。値段がもういまいちよう分からへんけど。このもう値段っていうのはさ、合ってないようなもんなんで、結局買う人が納得するかしないかですもんね。ぼったくりじゃん言うても、それで買う人が納得すればぼったくりでもないし。高木ちゃん、ちょっとこれ高くないですかって。いや、高いと思う、僕も実際。もう本当にこれ高いと思う、マジで。うん。レアボス13枚。え、レアボス売れるの僕。僕じゃなくて、レアボス売れるの。レアボスなら僕売りたいよ。すごく。すごく売りたいよ。さあ、ちょっと、1万7000円。1万7000、5円って言っちゃうな、すぐ。1万7000ゴールドで、
やっぱ高いよな。じゃあ1万6000ゴールドかこれ。今1万6000ゴールドだ。うん。1万6000ゴールドでやっております。いや、実際ね、実際高いな、1万6000も。1万6000も本当に。はい、ってことでもうダメだ。1万6000も高いわ、もう。1万6000も高くて、高いか、マジで、あんまり全然売れない。やっぱ1万1000ぐらいだったもんな、さっき売ってた人。やっぱ売れないのかな。いや、まだちょっと根気よく頑張れ。54万まで下げます。54万まで。うん。リスナーさん一人来たんですけど、ちょっと桜だって思われちゃまずいので、今ちょっと、ねえ、ごめんなさいって言って言っちゃったんですけど、いてもいいよって言ってくれたんですけど。おっと、なんか一人来たぞ、一人。おー、来たー !1 万5千で来た !1 万5千で来たぞ、よっしゃ。あ、ちょっと待って、食遊び人だけど、バチョッカ、天地、いいですか、バチョッカ、天地、いいですか、ちょ、待って、マジで1万5千で売れるぞ。オッケー、ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします。やっとぜ、ちょ、1万5000でみんな売れるに、これ。1万5000で、ちょ、やったぜ。え、どうだ、1万5000。あ、動画撮ってるんですが、いいですか、よければ、あ、ありがとうございますと。チョッパーさん大丈夫か、チョッパーさん、はい。リスナーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、あれ違うか、あ、なんか、あの、なんか、あれ違うな、違うな、これ違うな、ちょっと待って、嘘だろ、あ、違うかい、お客さんかと思ったよ。ちょっと高木ちゃん、ちょっとそんなもう配信者の力かけてダメダメですよ。これなんかおよよさんは知らないふりしといて。およよさん、およよ高木ちリスナーじゃないよね。うん、そうそう、高木ちリスナーじゃありません。あの、そのね、あの、たまたま通りかかった1万5000で購入したいっていう方が来たので、はい、あのね、ってます。もう勘弁してくれよ、本当にね。皆さん、1万5000円でも売れるから。え、1万5000円は妥当ですか、ちょ、これ聞こうかな。これ、こちょ、いや、もうあんま聞か、いや、いい、聞かない。いいんだよ、そんなもんは。そんなもんいいんだよ、な。だって高くなったって聞いたんだもん、僕、福の神公園が。1万5000円。うん。1万5000円で僕は売れれば嬉しいです。嬉しい。1万5000円。いやー、それにしてもあれだよな。左の人もなかなか折れないよな。金額超えてないもん、ずっと左の人。メタキン。メタキン、なかなか心折れないよね、この人。すごいよね。いや、うん、いいと思う。そういう根性いいと思うけど、私はなんか、あれだよね、昔ながらの頑固職人って感じで、いいと思う、僕。それすごい好きよ、そういうのはね。あの、世間の荒波に、こう、泳がされないで、私はこれ一本よ、みたいなね。そんな感じのね、職人肩毛の人いいよな。僕も心折れずに、ちょっと頑張ろうかなっていう気がするんですけど、まあ、言うてもね、この、パーティー一人いますからね、待たしちゃいけませんからね。おー、来た来た、あ、よろしくお願いします。2人目、こんにちは、よろしくお願いします。やったぜ、よろしくお願いします。来たよ、1万5000で売れるに、みんな、ちょ、みんな売れ、ちょ、1万5000で売れるに、これ、ちょーい、おい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 、売れるに、これ、高えぞ、おい。いいね、いいね。じゃあ、こうちゃんさん、よろしくお願いします。
リスナーさんじゃないよな、多分。知らない人だよね、多分。僕の。多分僕の知らない、僕のこと知らない人だよね、多分。多分そうだよね。お、かわいいぷくちゃんがいるな、おい。かわいいぷくちゃんがおるな。来るか？一緒に来るか？1枚2万ゴールド。違うな。51万、1万5千だな。1万5千ね。1万5千だな。うん。いやさあ、1万5000ゴールドで売れるか。周りは、実は36枚、まあ、違う、1枚1万1200か300ぐらいで売ってました。はい。だけど、まあ、およよさんは見ていて、いただけるみたいなんですが、こうちゃんさんは多分知らないと思うんで、僕のことを。多分あれは実質本当に来たと思います。実質本当に来てくれたと思います。はい。小田さんはもう、すごいお世話になってるリスナーさんで、僕、はい。お世話になってるというか、その見ていただいてる、リスナーさんで、僕のことをちょっと知っていただいたんで、それでちょっと来てくれたっていうね、お前高吉、お前桜じゃねえのかって思われそうな、ガチな、ちょっと際どいラインなんですが、納得してくれたのかな、してくれてないのかな、わかんないな、その辺。いや、だけど来ましたからね。はい。もうそれはもう、孫をことなく来てくれたんで、ありがとうございます。あと一人です。あと一人集まれば、いけます。さあ、リスナーさんじゃない方できれば、ね、来てほしいです。はい。ね、本当にね、初めたての配信者が、録画をやってんな、動画やってんなっていうような感覚でちょっと来てほしいな。来てほしいな。大丈夫か？さあ、おっと！ちょっと待って！みんな！ちょっとさっきーさんが心折れたぞ！とうとうあの職人が折れた！ 90 万になってる、10万減らしてる！ちょっと、やっぱそうだよな。世間の荒波には勝てんわな。勝てんわな。そら勝てんわ。生きていくためにはな。やっぱり値下げ、ね。いや、ま、世の中あれですからね。値下げ合戦ですからね。うん。ねえ、ちょっと寂しいけども。寂しいけども。値段を下げてたって感じですかね。うん。ちょっと待って、1万5千集まるぞ。じゃあもうこれこれはもう僕はもう下げないね、こっから。あ、頑張って、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あちびちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。3人目は来るかどうか。3人目は来るかどうか。頼む！できる限り早く、待たしたくない。待たしたくない。一緒にパーティー組んでる人。お食なってすいません。ちゃんと言っとけ。こういうこと言ってくる。こういうの大事ですからね。お食なってすいません。こういうの大事ですからね。ちゃんと。あ、僕たちのことをしっかりね、待たしてるってことを感覚があるんだなって。待たして当然じゃないですから。こちら商売感覚なんですからね。お客様と売る側なんで、お客様のね、こう気を使い、お客様、待ってる間怒らないかな、時間ないかな、時間大丈夫かな、そういうことを考えながら、福の神にこう言ってくださいね。はい、しっかりと売ってくださいね、これ。うん。いやー、ねえ、お客様怒られてないですか？お茶で、そちゃでもいいから、高吉、あ、はい、はい、そちゃでもいいから飲みませんか？あ、本当だ。あ、なるほど。あ、こってり忘れてました。あ、こってり忘れてました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちゃんと言っとけ。ちゃんと言っとけ。ちゃんと言っとけ。そうだよね。これ、あと1とあと3じゃね、でかいからさが。このね、あ、3人も待つのっていうのと、あ、あと1なら、僕行けばすぐ行けるじゃん。っていう、その、なんて言うんだろう、精神的負担？買う人の、3人目の。買う人の精神的負担が違いますから、しっかりとね、これ直してくださいね。およよさんありがとうございます。およよさんありがとうございます。はい。はい、来たー！来たー！ありがとうございます！エイレンさん、よろしくお願いします！ありがとうございます！来たよ！って1万5千で集まりました！皆さん !1 万5千で集まりました！集まりました！あれ
ありがとうございます。本日はお集まりいただき ありがとうございます、ご用意ができましたら、教えていただきますと幸いでござそうろうと、お支払いに、ちゃんとこれ言っとけ、ついては、あ、大丈夫よ、大丈夫、いつでも OK です、大丈夫です。お支払いについては1回目の投入後よろしくお願い申し上げますと。はい、ということをちゃんとしっかりね、ログで緑チャットで必ず言うこと、皆様ね、これ何回もこういう動画出してるんですけども、ありがとうございます。ということで早速いきます。何回もこういう動画出してるんですけども、しっかりとね、緑チャットを出すことによって、まあね、もし例えば詐欺とかね、あった場合に、証拠になりますので、必ずこういうことを緑チャット言ってくださいね。自分の募集内容と、それを、いいですか？はいっていうね、返事が。お邪魔と、もう、おいでましです。はい。では、行きます。では、よろしくお願いします。はい、ってことで、あれ見せたかな、そうだよね。まあ大丈夫。見せたな。はい。大丈夫ね。はい。では、いきますね。まず先に入れてくださいね。1回目の投入後にお支払いをしていただきます。福の神コインです。で、ログを、もう一回ね、もう一回募集内容のログをもう一回見せてくださいね。福の神が4、あ、4枚入れたね。で、もう一回ログを、見せてください。です。ですと、お願いします。はい。ってことで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫だよね。A レイさんはあれだよね。僕のリスナーさんじゃないよ。絶対知らない人だよね。絶対知らない人。はい。はい、54万ゲッチュありがとう。ありがとうございます。ちゃんと言っとけよ。ありがとうございますと。ちゃんと言っとけ。お客さんですからね。お客様ですからね。これサンキューだけで済ましちゃかんよ。はい、こうちゃんさんね。はい。はい、こうちゃんさん。あれどうした、こうちゃんさん。キャンセル What do you do? 決定。 What do you do? なんで、いいんですか、いいんですか。ありがとうございます。ちょ、リスナーさんじゃないよね、こうちゃんさん。大丈夫だよね。大丈夫だよね。ありがとうございます。ちゃんと言っとけよ。ゴールドサンキューってことで。ちょっと赤。おやさん。それは、まずいっす。バレます。リスナーさんって、バレます。バレます。それバレます。じゃあさすがにね、さすがにちょっとこれやらせだと思っちゃうから、これなんか、ちゃんとね、54万です。54万です。申しません、本当に。ありがとうございます。ちゃんと言っとけよ。ちょっとなんか、あれ、坂木ちゃん絶対桜雇ってますよね。違う。いや、とんでもないです。ありがとうございます。とんでもないです。はい、とんでもないです。よろしくお願いしました。こっからはね、お金いただいたんでね。もう、高吉、絶対詐欺ね、本人はやらないようにね、お願いします。で、導きの香水はね、もう、お任せ。うん。中にはね、嫌がる人がいるから、もう早く回りたい、とりあえず。とにかくミネアとか会いたくない、トルネコとか会ってる時間が、もうもったいないっていう方が中にはいるんでね。まあ、それはそれでまた導きの香水を、まあ、使用するか使用なしないかも聞くのは任せるし、使わないも任せますのでね。はい。で、こういうのもめんどくせえなって思う人も中にはいるんですよ。ね。はい、ぷくちゃん。ぷくちゃんゲッチュ。うん。
はい、ということで、まあね、皆様1万5000で集まったということで、いきます。早速パスッと当たって、で、ね、こいつは全員倒したいので、まあさっき言ったランドインパクトで、こうやると、はい、ドン。さらにドン、メイド風魔からの、こうでね、はい、ここでね、袋紙ボイン、コインのボスが生き残るんで、あとはテンションで高くなったランドインパクトでガリゴシっていう形で、まあこういう感じで戦っていくので、なのでね、眼光がね、あるとすごく楽に倒せますので、ね、眼光ぜひね、持ってない方はね、ちょっと頑張ってね、取ってほしいか、もしくは募集の、おい、いいじゃない、募集の方に回ってほしいかなって、うん。結構ね、募集される際に、そこを眼光とか見られるんで、うん。気をつけてください。まあ、ただね、フレンドさんと行くとき場合は、まあ、全然いいと思いますよ。野良でこう行くと、やっぱりお金払ってるんでね。お金払ってるんで、一匹たりとも逃したくないっていう方も中にはやっぱりいるので、まあ、しっかりね、募集主じゃなくね、募集される側、募集して、乗る側は、必ずね、眼光を装備して、やってくださいね。っていうことでね、ここは飛ばしていきます。はい、っていうことで、九州ね、なんとか、ね、何も起こらずね、終わりました。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。エイレンさん、コージャーさん、本当およよさん、ありがとうございます。お世話になりました。ちゃんと言っとけよ。こういうのね、お世話になりました。お客様もね、買ってもらったらいいでしょ。食べ物屋さんもそうだしね、デパートとかでも買い物したら、ありがとうございました。ね、誠にありがとうございました。ね、次はね、どうぞよろしくお願いします。ということで、本日は、誠に、ありがとうございました。配信しときますね。はい。いつかまたこれ、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。では、失礼します。では、失礼いたします。もう、こういったとは何、ちょっとな、もう、なんかね、言われるかもしれないから、すぐ話しろ。パッとな。ちょっと待ってくださいよ。高木さん、さっきのお金とかって言われる前にね、すぐ返さしろ。ということで、はい。なんと、150万円。もう買っちゃいました。いや、でも、売れる。うん。まあ、1万5千ですが、売れます。ね。高木ちゃん、リスナーさん入ってたじゃないですかって。いや、でも最後の、コーチャーさんと、アイリンさんだっけ？じゃあ、エイレンさん。エイレンさんは、多分僕のこと、何にも知らない方で、普通にね、ちょこって来て、募集乗ってくれたんでね。まあ、普通に全然リスナーさんでも何でもないと思うので、全く1万5000で売れます。はい。ま、結構ね、前の平均よりは、1万2、3000のよりは、全然高く1枚あたりね、1万5000で売れると思うので、かなり、今だったら売り時だと思います。ただね、リスナーさんも言ってたんですけど、修正後に、すぐの場合が2万だったわけね。で、今が1万5000でやっと売れたっていうことは、まあ、時間帯によると思うけど、後々、ね、時間経った時は、値段は落ち着いていくと思うのね、スペシャル、ね、福引券の価値がね。うん。まあ、なので、まあ、早めにやる人はね、今のうち、金策しとけ、これで。ね、あと時間帯にもよる。多分もっと夜遅くなった方がいいと思う。多分ね、9時とか、10時ぐらいとかに、ね、やっとけばもっと高く売れたかもしれない。1万7000とかでね。うん。で、あとね、導きの香水の件なんかに関しては、もう主さんが、募集主が、使えば、使ってもいいみたい。うん、合わせるっていう感じで言ってました。はい。まあ、なので、たまに募集で、導きの香水、ペケって書いてある募集もあるみたいなのでね、そういう時はね、使わないんで、置いてください。ということで、今日は、袋の神コインで、大儲けでした。本日もご視聴ありがとうございました。また、見てね。バイバイ。